はい、実況させてもらっていますシロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、のこのプーヤンですね、ファミコンのプーヤン、こちらやっていきたいと思います。これね、最近僕ね購入したんですよ、アマゾンで取り寄せてね。で、実は初めてプレイさせていただきます。はい、初めてですねこれやるの。子供の頃もやったことなかったんでね、これゲームセンター CX のね DVD ボックスのね特典映像でこれ見てね面白そうだと思ってね買ったんですよ。これ肉取ったら、あ、しまった、もったいないことしたな。肉は貫通ができるらしいんですよね、攻撃の攻撃でね。いや、危ねえ。シューティングですよね、これ、アクションというよりね。シューティングですよね、これね。これまあね、あいつらは下に降りたら、あのはしごに登ってきよるから、それを防ぐためにこうやって落としてるんですよね。あ、肉あった。クリアした、1面。初めてで1面クリアできましたよ。2面。これボーナスステージ違うか。今度は逆に上がってくるのを防ぐのか。なるほど。今度はあれだな、2発のやつもいるんやね。あ、危ね。なるほど。なるほどね。狙いがこれ、狙いを定めることが結構重要ですね、これね。上がらさないようにしないといけないですね、これね。なるほど。面白いね、なかなか。シューティングやね、完全にね。よし。あ、ボスか、ボスみたいなもんか、今のは。クリアした。これなんかね、8面、確か8面まであるのよね。8面、8ステージまであるんですね、これ確かね。で、この3面から難易度が上がるらしいんですよね、これね。どうやらね。あ、そうか、これ肉で全部壊す、倒すんか、この面は。そういうことか。あ、当てられなかった。ボーナスステージこれ。ボーナスステージか。あ、当てられなかった。障害物になってるね、あれがね。で、これ3面ですね。これは逆に上から落ちてくるのを防ぐと。まだ一気も死んでないですよね、よう考えたらね。やられた。やっぱこの面から難しくなるっていうから、難しくなってるね、やっぱり確かに。一個取った。あ、防ぎよるんや、あいつ。ガードしよるんや。やばい。で、しかも横から攻めてきよるんやね。あ、これは難しいわ。確かに。急に難しくなるね、3面から。あかん、これは無理か。あ、無理やな。
わ、難しい。これはむずいわ。初めてだからしょうがないけどな。はい。じゃあこんなもんですね。はい。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。